阪海電車177号の強くは山本浩二による日本の連作短編小説集。早川書防より2017年に書き下ろしで文庫本が刊行されている。2020年にラジオドラマ化された。阪海電気軌道も161系。神の喜劇にて撮影。本作は大阪市南部と堺市を結ぶ路面電車、阪海電気軌道、通称 半海電車の中でも、現役最古の基地も 161K177 号をモチーフとして、その初運行の年である1933年から、廃車される2017年までの85年間の出来事を、戦前、戦中、戦後、高度経済成長期、バブル崩壊前後、現代の半海電車に関わる、各時代の登場人物の視点によって描かれる、連作短編集である。 各話の冒頭には、177号を一認証とした、各時代の追想が綴られている。本作は、2018年第6回、大阪本間本大賞を受賞、並びに2019年第15回酒飲み、所定員大賞を受賞している。2017年3月、すでに定期運用から外されて1ヶ月もアビコを、 停留場の車庫から出ていないも161系177号の傍らで、半壊電気軌道の社長と二人の乗務の会話から、177号は、近々廃車されるのを悟る。85年の長きにわたり、現役で過ごした電車はも161系の他になく、それを誇らしく思いこそすれ、残念な気持ちはない。そして177号は、 これまで走ってきた各時代を振り返る。1933年4月のある日、半海電車の車掌である辻原和夫は最新車両の177号勤務で上機嫌だった。試運転と最初の営業運転でもハンドルを持ったベテラン運転手の井の口も177号は体にしっくり馴染むいい車で、さらにその初運転の時に初めて電車に乗る。 生まれたての赤ん坊を乗せた縁起のいい車だという。そして乗車した辻原は、塚西を発車してすぐ、ふと左側の家並みに目をやると、老舗の質家の2階の欄干に白い手ぬぐいを干して、あるのに気がつく。そして、それから、毎日、七夜の2階に白手ぬぐいが干されていたが、7日目に、白手ぬぐいがかかっていたのがいつの間にか青い筋の入った手ぬぐいに変わっていた。 欄干越しに、七夜の奥さんらしき三十歳過ぎの色気のある婦人の顔が見え、裏口からは、今しがた電車を降りた二十五歳ぐらいの二枚目の男が入っていった。辻原はそれを見て、手拭いは三階の合図に違いないと思った。それからも七夜の二階には白手拭いが干され続き、二度ばかり、青い柄物の手拭いに変わっているのを見た辻原は、 浮気の合図かと思ってにやりとしたりした。ところが、半月ほど経ったある日、2階にかかっていたのは、真っ赤な手拭いだった。1945年6月のある日、学徒動員で、半回電車の運転士となった、女学生の井の口ひな子は、177号を運転している最中に、北畑で、空襲警報のサイレンが聞こえたため、緊急停止して、乗客を防空壕へ誘導した。 ところが一人の女性が、防空壕に入るのを拒否して駆け出して行ってしまったため、ひなこは女性の後を追い、寺の裏手にある墓地の奥の土塀まで連れて行った。女性は、北田信子となのり、子供の時に雪男という近所の男の子と横穴で遊んでいて、土砂崩れに遭い、雪男を置き去りにして逃げたことが原因で、それ以来穴に入ることができなくなり、百貨店の地下へ降りるのも勇気がいるのだという。 そして、幸雄がどうなったのかは知らないという。数日後、幸雄がどうなったのか気になって、信子が子供の頃住んでいた町を訪れた雛子は、信子のことを知っている。中年女性に話を聞くと、幸雄は自力で横穴から脱出して、無事だったという。そして、幸雄は翌日、親戚の家に養子に出て行ったが、信子は見送りに出てこなかったという。 それを聞いたひな子は、土砂崩れの恐怖と、幸男を置き去りにした罪悪感と、それに幸男との別れの寂しさから、いつしか、幸男に対する信子の記憶を封印してしまったのだろうと解釈し、次に会う機会があれば、信子に幸男は無事だったと伝えたいと思った。しかし、信子に会うこともないまま終戦を迎え、ひな子は動員解除されて学校に戻った。翌年の年明け、 ひな子は天王寺駅前の地下鉄で入り口から若い男性と仲良さそうに連れ立って出てきた信子を見かけた。しかし、百貨店の地下に降りるのも怖くて勇気がいると言っていたはずなのに地下鉄で入り口から出てきたのに恐れる様子が未人も感じられない信子に違和感を抱く。1959年9月のある日。 安倍の食堂の調理師の榎本昭一は、半海電車の中で20歳前後の目鼻立ちの、はっきりした美人が姫松で降りる際、彼女のバッグから財布がこぼれ落ちるのを見て、お近づきになるチャンスと財布を拾おうとしたが、それより先に、小学生にその財布を拾われてしまった。しかし、その小学生は財布をポケットにしまい、電車が北畑に到着するとそのまま降りてしまった。 慌てて、後を追おうとして降りた小一は、今降りた電車の番号が177だと目にしつつ、その小学生を探したが、何人もの小中学生が歩いている中、どの子なのかわからなくなっていた。その夜、小一は、半開電車の車掌で、中学時代の同級生から、通学定期で、住吉公園から北畑まで電車通学している、小学生のことを聞き込む。 そして翌朝、住吉公園駅のホームからその小学生と一緒に電車に乗り、北家で降りたところを呼び止めて、名札で5年2組の池山の凌だということは分かった、ものの逃げられてしまう。その夜、財布を落とした女性と偶然一緒の電車に乗り合わせた、小一は、住吉で降りた彼女に声をかけて、池山の凌という小学生が財布を拾ってそのまま、 持ち逃げしてしまったことを説明し、取り返しに行こうと誘う。二人とも休みの水曜に、彼女、寺内夏子と待ち合わせて、住吉公園駅で待ち合わせて、乗りを捕まえたが、財布を返さなかった理由は、一年生の時に出て行った母親が持っていた財布と同じものだったからだという。小一は、正直に財布を返した褒美にコロッケをご馳走してやると、乗りを、 自分の店に誘う。しかし、小一には別の思惑があった。1970年5月のある日、中崎信子は天王寺駅前で横断歩道の向こうから自分より少しだけ若い中年の女に見られている、と思った。そして、すれ違いざまにその女は、もしかして北田信子さんやありませんかと声をかける。女は上西、家井野口雛子ですと名乗る。 戸惑うのぶにもう二十五年も前の終戦前に自分が運転していた電車に乗っていて空襲警報が鳴ったために一緒に逃げたのだと説明されてのぶはあの時の運転手かと驚きとともにようやく思い出した。ひなこは続けてあの時のことでずっと気になっていることがあって何度ものぶの顔を思い出していたのだと言い話がしたいからと喫茶店に誘う。ひなこは 信子が住んでいた町で、幸きが無事だったことを聞いたことや、終戦の翌年に、信子を見かけたこと、地下鉄の出入り口から出てきたことに、違和感を持ったことなどを話し、実は信子は、防空壕が怖くて入れなかったのではなく、防空壕の中に顔を合わせたくない人がいたのでは、ないかと尋ねる。それで信子は、本当のことを話し始める。1991年5月のある日、 キャバクラ城の歩みは客の顔を見てぎっくりとする。50歳前後の中税小太りのその男は父親が経営していたクリーニング店と自宅を手放した上体を壊して入院中で家族がバラバラになった原因を作った不動産屋の相沢だった。同僚の牧と夏木から相沢が地上げで儲けている土地なり金で今は 手塚山で大きな仕事に取り掛かっていること、現在の標的が手塚山4丁目近くのたこ焼き屋だと聞くと、牧が近所で美味しいと評判で、馴染みの店だと言い、みんなで行くことにする。そして、3人で訪れたたこ焼き屋に、いかにもヤクザ風のコアをもて二人連れがやってきて、たこ焼きを注文して、代金として一万円札を出すのを見た歩みは、定番の嫌がらせだと顔をしかめる。 店主曰く、二人連れは不動産屋の手先で、地上げで近所の一角を買いに来ていて、残っているのはこの店だけで、二人連れが来るようになってから、怖がって客が来なくなったという。あゆみは、今でも自分たちにしたことと同じようなことをしている相沢に、憤慨し、何とかして、相沢に仕返ししてやりたいと、牧と夏ツに話す。牧も自分はああいう連中は好かないと歩みに味方し、 知り合いの不動産コンサルタントに相談してもらえないかと夏木に頼む。夏木は店に迷惑がかかるのを恐れて知り込みしていたが、牧に頼まれて、ようやく事情は異なるが家族がバラバラに壊れてしまったことから、歩みのことも人ごとではないと応援することにする。こうして、三人にたこ焼き屋の店主、そして不動産コンサルタントを交えた五人組による、 悪徳不動産や撃退作戦が展開されることになる。2012年7月のある日、住吉鳥居前のマンション前で、東京の大学生で、鉄ちゃんの長野光平は、貴重なも161系の写真を撮ろうと待ち構えていたが、住吉大社の南側に、路上駐車している SUV が気にかかっていた。一方、SUV の運転席で特種写真を狙っている。 パパラッチの勝又康明も公平が商売的ではないかと気にしていた。勝又のターゲットは豊中市のマンションに一人住まいの人気アナウンサーの山田彩香で彼女が縁のないはずの住吉のマンションの301号室に昨夜入り込み、301号室が長谷川正夫という男名前であることから男との密会写真を狙っていた。ところが、 その301号室のある3階の端からカメラを身構えて写真撮影しようとしている男を見つけた二人は、それぞれの思惑からその男が気になる。公平は高い位置から電車を俯瞰撮影しようとしているのか、しかし不法侵入ではないか、こういうことをするやからがいるから真っ当な鉄ちゃんまで白い目で見られるのだと憤慨する。一方、勝又はこの第三の男こそ、 商売的ではないかと警戒し、さらに公平がマンションに向かったことから、勝又は後先考えず、自分もマンションに突入してしまう。ところが、そこへ公平の通報により現れた警察官により、勝又は尋問を受ける羽目になる。そしてもう一人の男、谷山義郎も尋問を受け、撮影した写真を開示させられる。その写真を見た公平は、 谷山の真の狙いを看破する。2017年8月、車体がクレーンで持ち上げられて台車から分離されて、トレーラーの荷台に下ろされた177号は、とこの旅立ちに満足する。その通りに85年間の出来事が、順に巨来し、目を閉じる。しかし、周囲の賑やかさに再び目を開けた177号は、目の前がどう見ても街中のレストランで、一番近い。 テーブルでビールのグラスを掲げて乾杯の仕草をしている老人を見てと思った。老人はかつての安倍の食堂の調理師の江本翔一で、その傍らには夏子とのりおもいた。NHKFM 青春アドベンチャーにて2020年4月6日から4月10日までと4月13日から4月17日までに全10回が放送された。ありがとうございます。